サムラジカのことです。今日はですね、土曜日なんですけどね、久しぶりの、土曜日、日曜日、簿記講義なしという日になっております。ね、で、何をね、知ってるのかというとですね、こういった、一瞬で、心を切り替える記述、辻先生の本ですね。これを読んで、これ手帳に書き加える形でね、やっていく本らしいんですけどね、ちょっとこれを初めに読みましてね、これから実践していくところです。はい。で、こちらのですね、辻先生のワークシップ、7月の13、14、15の3日間にですね、わたって、長時間ですね、24時間ですか、全部で、にわたってあるワークシップにね、僕は行ってくるんですけどね、それの予習というね、形で、やっておりますね。このね、辻先生っていうのは、スラムダンク勝利学っていうね、僕がホームページでね、スポーツ心理学を応用した、簿記受験指導というページがあるんですけどね、そこに書かれてるね、スラムダンク勝利学の著者でありますね。で、10年前にこの本を読みましてね、非常に成果が上がった経験があるもんですからね、そこでのね、経験、実績が、独立ね、する時の勇気になったっていうのもね、本当にありますからね、こちらの、10年前のね、本で人生変わったと、ね、いう僕もね、一人なんで、ぜひね、お礼言いたいと、ね、いうのと、あとはね、最近感じてるのはですね、スポーツ心理学、僕は我流でね、学んでますんでね、だからこう、例えば塾生がね、本番でどうしても、ね、緊張しちゃうんですっていうね、そういった、時にね、アドバイスなんかをね、するんですけどね。それがどうしても、我流ではありますからね。全く間違ってるとは思いませんけどね。でもやっぱりこう、我流になってるんでね。どうしてもこう、なんですか、こう、論理立ててね、系統立ってね、説明が、アドバイスがちょっとできなかったと、ね、いう部分があるもんですからね。そこはだから、簿記のね、技術を教えるというよりはね、メンタル面での、考え方ですね、それを伝えると、どういうふうに伝えれば、伝わるのかなと、伝わりやすいのかなと、ね、そこの部分ですね、を鍛えるためにね、僕自身が、やってきます、ね、で、それによってね、知識を得て、僕自身が知識を得てですね、で、実践をして、僕自身も実践をして、で、それを、塾生にシェアをしていくと、ね、要するに伝えていくと、そういったね、イメージングで僕は考えてますね。それによってね、もちろんね、僕自身のために、やるつうのがありますからね、将来的にね、それが、教えられればね、自分に降りかかってきて、ね、で、自分がそれで、セミナー講師とかね、講演講師とか、50代以降になったらね、できると、ね、いう、そういったね、イメージングもちろんありますけどね。でも当面はね、まずは塾生ね、そのメンタル面でね、結構悩んでる人いっぱいいますからね、そこのアドバイスが系統立ててできるという状況に自分を持っていくと、自分のレベルをアップするというのが目的ですね。で、やっぱりですね、この1週間はね、本試験が終わった後にね、1週間はね、ちょっとずっとこの本を読みたかったんでね、辻先生の、本を全部買ってきて、片っ端から読んでるんですけどね、やっぱりこう同じ人がね書いた本ですからね、最初はちょっとね専門用語とか出てくるとね、ちょっと理解しづらいと、ね、理解しづらいというか、自分のね理解と、その専門用語ね、こうイメージングを合わせると、ね、意味を合わせると、ね、いうところに苦労ね、しますけどね。でも2冊目3冊目4冊目とね、どんどん同じ人の本を読んでいけばね、基本的に、表現は全部一緒なんでね、同じ人書いたから一緒ですけどね、大体、同じ表現流れになってきますんでね、非常に読みやすくなってきますね。3冊目か4冊目ぐらいからはね、もうスースーっとね、専門用語が入っててもね、読みやすいという状況になってきますね。で、これね、4冊目なんですかね、4冊目か5冊目だと思うんですけどね、機能ゾーンに入る技術というのを読み終わりましてね、で、今ね、取った、本の、触りだけね、昨日読んで寝たんですけど、これ最新刊ですね、6月の14日に発売ということですから、出てすぐ買いに行ったっていうね、ことなんですけど、今日はね、これをちょっとじっくりと読みながら、学習すると、予習すると。ね、いう状況です、ね、でこれワークシップのね、おそらくちょっと最初しか読んでませんけどね、
ワークシップでやるテキストじゃないでしょうかね。うん、でそんな感じでしたね。まあ、手帳に書き込んでいく形の、ね、本ですから、多分ワークシップではこういうことをね、辻先生の、まあ、指導のもと、ね、実際に、みんなでやっていくと、ね、いうことじゃないでしょうかね。おそらくね、ちょっとわかりませんけどね、行ってみないと、ね。だからね、それちょっとまあ事前にやっておいてですね。うん、で、ワークシップもね、3日間、24時間、ね、フルにね、活用したいと、ね、いう、そういった思いがありますんでね、ちょっと、試験が終わったね、この1週間はずっとね、辻先生の本を読んでました。ね、まあ、費用もね、まあ、実は結構高額ですからね、20万近くいく講座なんでね。だから、こう、やっぱ元取りたいってなりますね、どうしてもね。うん、やっぱりただとかね、いうよりはね、やっぱり元取りたいと、ね。やっぱちょっと高めのね、お金払った方がね、事前のね、まあ、予習とか、ね、実際のね、まあ、復習とか、ね、実際の、実践とかね、あとシェアとかね、そういうことも本気でやるでしょうからね。つうか、今本気になってますからね、かなりね。うん、まあ、いつも本気ですけど、ね、やるときはね。そういったね、ことでやっぱりね、ちょっと高額のね、セミナーに行くっていうのはね、非常に、有効な、方法だと、ね、いうふうに思いますね。まあ、菅谷さんもね、昨日言ってましたね。そのセミナーに行くこと自体が財産ですね、って言ってね。まあ、本当そうだと思いますね。うん、まあ、もちろんね、辻先生にお礼が言った。辻先生から直接ね、ご指導をいただけると。で、なおかつね、横のつながりもね、非常にいい結果になるんじゃないかなと、ね、いうふうに僕は思ってますね。うん、まあ、やっぱり20万近くの高額のセミナーですからね。やっぱり来る人は真剣な人しか来ませんよね。ちょっとやってみっかって絶対来ませんもんね。うん、で、そうなってくるとね、まあ、お互いにね、真剣に切磋琢磨し合いながらね、学んでいけるっていう多分、仲間がね、できるんじゃないかなと、ね、いうふうに僕は、思ってますね。うん、まあ、それがまたね、ゆくゆく10年後、20年後にね、あ、やっぱり行ってよかったね、つってね、あそこからがきっかけだったよね、っていうね、まさに今の社長塾、ね、のメンバーとかね、あと塾生とかね、まあ、同友会とかね、まあ、そういった、ところに行くことによってね、まあ、真剣な仲間と出会えると。ね、そういったメリットもね、多々ありますからね、それも期待してね、僕は、13、14、15と、ね、いうふうに、言ってきます、ね。今からね、非常に、楽しみですね。まあ、どういう人がいるのか、で辻先生はどういう人なのか、ね、で、まあ、自分自身がね、まあ、どういうふうに変わっていくのか、ね、変化ですね、していくのか、で、一番の目的である塾生にね、どういうアドバイスができるようになるのか、メンタル面でですね。まあ、それがね、非常に今から楽しみでありますね。はい、では以上です。